あそこは、騒がしいな。なんかあったのかああ、確か、二周年のお祝いがあるって、姉ちゃんが言ってたな。どうしようか。ドクターの皆様、こんにちは。ラバ役の水橋香織です。アークナイツ、二周年、おめでとうございます。ということで、もう二周年なんですね、アークナイツ。 なんか、あっという間な感じというか、するんですけど、周りでも結構遊んでるよっていう風に言われることが多いタイトルなので、割と、なんか、あ、もう2年経ったんだ、みたいな感じが私の中にはあるんですけど、えっと、なんかラバちゃんは、なんか結構お迎えしやすいっていう話を伺ってるんですけど、皆さんどうですか連れてってくれてたりしますか <laughs> なんかねラバちゃんはあのちょっとぶっきらぼうな雰囲気なんですけど私こういうなんかこういうぶっきらぼうな感じの子なんですけど好きですすごく <laughs> なんだろうななんか演じててもなんてだろう飽きない感じというか愛着が湧く感じというかすごく可愛いなって思って毎回収録の時が楽しみなんですけどなんだかんだこうぶっきらぼうでもねなんか。 お姉ちゃんにはちょっと態度違ったりとか、<laughs> 可愛いとこがあったりするので、ね、それに結構あの頑張ってるんですよ。<laughs> ロバちゃん結構頑張ってるんです。なんか最近ちょっとあの1.5周年の時にちょっとかっこよくなったりして、いろいろね頑張っている子だと思うので、皆さんラバちゃんのことぜひ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 とも。 <laughs> よろしくお願いしまーす。ということで、2周年おめでとうございました。ラバ役の水橋香織でした。うん、そうだねドクター。せっかくだから、私たちも参加しよう。あ、でも、ハイビスの作った健康食はごめんだからな。2周年 <laughs> たかが2年間生きてるくらいではしゃぐなんて。 でもま、運が良かったわね。今日は気分がいいから、一枚くらい書いてあげる。待ってなさい。ドクターの皆様こんにちは。C 役のゆかなです。アークナイツ2周年、おめでとうございます。えー、C ちゃんはいかがですかニエンの妹です。いかがですかえー、結構こうなんか、なんていうか、 ちょっと不器用なところがあるかなっていう感じなんですが、あと、角生えてたりして最初ね、あの、ぶっきらぼうな感じで怖いとか思っちゃった方いらっしゃいますかでもね、そんなことないですよ。あのね、あ、全部言っていいのかなあの、長いこと生きてるしね、世界が好きすぎて、ぶっきらぼうになっちゃってるだけなので。だからの、なんていうのまあ、 なんていうのかなみんな思いが強すぎて、こう、書ききれないから。はあ、なんかどうしようどうしよう。お引きこもりみたいな。なんかね、あの、うまくできないから、なんかこう我慢しちゃうとか、なんかうまく出せないから、なんかちょっとこう、構えちゃうとか、そんな感じなので、ゆっくりゆっくり心を溶かしてあげてほしいなって思ってます。 えー、なんかこの作品はですね、あの、しーちゃんみたいな可愛いというか、魅力的なというか、あの、長くいたらきっと、ちょっと違う面が見えるなっていうような、えー、魅力的なキャラクターの他にも、あの、いろんなキャラクターが出てくる作品ですので、えー、皆さんもたくさん遊んでみてくださいね。なんか、もしかしてあのー、ちょっとなかなか手に入れられない かもしれないですが、頑張って、えー、ぜひ、えー、しーちゃんをお手元に、あの、連れてきて、うん仲良くなってくださいね。ということで、えー、2周年ですが、引き続き、アークナイツのことをよろしくお願いいたします。私からもよろしくお願いします。ってことで、しーちゃん、もう書けたー。せかさないでよ。書いてあげないわよ。 せっかくその気になってお祝い付き合ってあげてるんだから、いい子にして邪魔しないで。怒られちゃいましたね。はい、気長に待ちます。ということで、C 役のゆかなでした。バイバイ。これはドクター。ええ。あなた様との出会いに、乾杯。皆様こんにちは。パッセンジャー役、桜井貴弘です。えー、アークナイツ2周年おめでとうございます。 アークナイツに参加することになりまして、えー、この作品はシリアスなテイストだという、えー、そういう話を聞きました、えー。そして担当することになったパッセンジャーが、やや癖のある頭脳労働タイプで、私としては少々構えるような気分で収録に臨んだのですが、えー、声にすることで、このキャラのある種の純粋さを垣間見ることができたと思います。えー、まだまだ新参者のパッセンジャー、彼のこれからは、 皆様次第です。どうか導いてやってください。よろしくお願いします。ふん。宴に私がいることが不思議ですかおっしゃる通り、私は騒々しい集まりは好みませんが、ロドスにとっての良き日でございますから。過去に過去としての終わりをつけねば、前へと歩き出せぬこともございましょう。 私も今は、ただ祝うだけでございます。ドクター。パッセンジャー役、桜井隆弘でした。ドクター、あなたを待っていたの。ずっと、ずっと。今度は忘れていないわ。おめでとうって、言いたかったの。ドクターの皆さん、こんにちは。 えー、二人のスカジを演じさせていただいております。佐藤里奈です。アークナイツ2周年、おめでとうございます。いつも応援ありがとうございます。えー、ドクターの皆様は、もう一人のスカジにはもうお会いになられましたでしょうかあのー、通常のスカジと違って、えー、皆さんびっくりされたんじゃないかなと思うんですけど、私もあの収録のお話をいただいて、で、キャラをいただいて、台本を見たら、あれみたいな。 あ,あ,らあらっと思って同じ名前が書いてあるけど別人のようだみたいな、えー、気持ちになりながらこう収録に行って、えー、で、あのー、どういう感じで、あのー、彼女がいるのかみたいなお話を聞いてああなるほどなるほどと、えー、という感じであのー「シンスカジさん」をえ作っていったんですけれどもいやなんかこうね赤いお衣装にこう重たい格好を持っていてみたいな。 箱にはみたいなセリフもありましたけどえー、まぁ、あ、口調とかこう寄り,り方とかは違うんですけどでもなんかこう内心というか根底にあるものはあのスカジと同じ、えー、ものを持ってるあの 傷つけまいとするみたいなところがあってでもそこに危うさも増えてなんかすごく魅力的だなどちらも魅力的だなというふうに、えー、思っていたりします。えー、2周年ということでただまだまだ、えー、お話も続いていますし今回もねあのボイス取らせていただきましたし、えー、日々進化してますので、えー、アークナイツ3周年4周年と続いていくにつれスカジが またどんな表情を見せてくれて、私自身もどういうこう、セリフを言えるのかなっていうふうに楽しみにしております。もしよかったらですね、あの、他のキャラクターとなんかこう、掛け合いとかね、できたら嬉しいなって常ね思ってたりするんですけどね、どうでしょうかそんな、えー、夢も持っていたりします、えー。ぜひともスカジのこと、これからも愛していただければ嬉しいです。えー、ということで、スカジと、ダクシンスカジ役の佐藤里奈でした。ありがとうございました。 何年経っても、あなたが私の友人であることに変わりはないわ。さあ、一緒に、深い海へ、永遠に。